今回も船井総研の上席コンサルタント田崎さんにご登場いただいて、100年企業が持つ5つのルールについて教えていただきます。では今回は5つのルールのうち4つ目をお願いします。はい、4つ目はですね、家賃を払わないっていう。そんなことがあるんですか？いや、これ、でも誤解しないでください。家賃を踏み倒すっていうことじゃないんです。これはね、誤解されないでくださいね。いわゆる、ごめんなさい、何の話をしたいかっていうと、これはビジネスの成長期の勝ち方は、いわゆる家賃に比例して収益が上がるっていう法則があるので、ビジネスの成長期には家賃たくさん払った方が、かつね、うん、それこそ、日本の高度成長の時に、一つのルールとして、業績は売り場面積に比例する、なんていうふうなことが、まことしやかに言われてたわけなんですよ。はい、ただですね、まあ、今、日本も成熟しておりますので、この成長期の法則っていうのが、まあ、合わないかな、というふうには、今、誰も、まあ、それは思ってるんじゃないかな、と思ってるんですよね。まあ、ビジネスの成長期には、出店した方が、家賃を払って、多店舗かチェーン店舗化していった方が勝てるんだという法則ルールがあったんです、はい、ですけども、さあコロナ禍の今、そして今成熟した日本の経済の中で、さあその法則ルールが合ってるかってみんな疑い始めているところかな、うん、確かに。ビジネスが成熟する、またはその大きな、長い営業を経営をしていく、100年企業が経営していく上では、もういくつも大きな景気の変動であったりとか、成熟期を迎えてきたと思うんですけども、その都度ごとにおそらく、店を出店しては畳んで、出店しては畳んでっていうことはあったんじゃないかと思います。うん。はい。ですから、そのフットワークが、まあ、とても大事だということも今回のお話の中では伝えることなのかなというふうに思います。はい、お願いします。じゃあそのいわゆる家賃を払わない、まあ出店をするだけがまあビジネスではないよっていうふうなところね、の一つ目をね、お話をさせてもらうんですけども、一つ目はですね、100年続いている企業はお店の出店をする時もあるんかもしれませんけども、必ずですね、得意な地域を持っているっていうところが、うん、その新規企業の、まあ特徴なのかな、と思います。ね。はい。まあ、または、ローカルを持ってるというか、ローカルに特化しているのが、割と新規企業さんで多い。はい。というふうに思いますね。うん。そのローカルに特化するっていうことはどういうことかっていうと、まあ、チェーン店発想っていうのは日本全国の、商圏に出店をしよう。で、そこに要するに、まあ、テナントを借りて、まあ、自社の在庫の商品を並べて商品販売していこうというところになるんでしょうけども、それだけではなくて、自分のその得意なローカルの部分を持って、そこに徹する、特化するっていうふうなところも頭として持ってる。で、っていうのがですね、先にお話をさせてもらいましたけども、いわゆるその新規企業さんっていうのは、顧客を持ってらっしゃいますので、お得意様を持ってらっしゃいますので、そのお得意様が求める多様なニーズを埋めるために、その老舗企業さんというのは案外、単品特化じゃなくて多様な事業展開をされている人ところが多いんですよね。はい。ですから多様な事業展開をする上では、なかなか多様なことを日本全国展開するわけにいかないので、いわゆるローカルに特化して、そしてローカルに限っては多様な事業展開をお得意さん向けにしているっていうようなところが、老舗企業さんの特徴かな。なるほど。うん、はい。まあ、お得意さんを持って顧客のニーズに合わせているっていうところが、それを生んでるのかもしれませんね。うん。そしてですね、お得意さんを持ってらっしゃるっていうことは、どういうことかっていうと、いわゆるその企業のファンなわけですよ、お得意さんは、うん。はい。非常に信頼を置いているし、個性や世界観を愛しているから、お得意さんになるわけじゃないですか。うん。ですから、そのローカルに特化することによって、お得意様を持っている。で、その、それはどういうことかっていうと、非常にその、個性や世界観っていうのを尖らせることができるっていうことでもあるんですね。なるほど。はい。うん。なかなかそれチェーン展開すると、平均値を取りに行かなきゃいけないビジネスなんですよ。はい。個性出せないんですよね、うん、はい、なかなか出しにくい、ね、または、チェーン店の中で個性を出したとしても、それがすぐに陳腐化してしまうっていうことで、うん、
なかなかそのチェーン店の場合の個性を出しにくい、ね。そうではなくて、新規性企業はその地域に特化して、その顧客のニーズに合わせて多様な事業展開をして、多様なニーズを埋めている。そして、たくさん持ってらっしゃる。そのファン客に対して、個性や世界観っていうのを尖らせて発信することができるっていうのが、非常にその新規性企業の強みかなと思います。で、二つ目になりますけども、二つ目はですね、まあ、家賃を払わないということで、まあ、確かに、家賃を払うということは出店をすることだって話を最初にさせてもらいましたけども、はい、実を言うと、その新規企業は、本店を必ず持ってるんですよね。うん、で、本店は、自社の不動産ですから、当然家賃払ってないわけですよ。はい。はい。ですから、もしも、いろんな非常事態が起きて、景気が悪くなって、出店したお店を閉めなきゃいけなくなったとしても、本店というところにいつでも戻れる原点、拠点を持っているっていうことも、生き残る上ではとても大事なことだというふうに思います。うん、チェーン店って、実を言うと本店作らないんですよね、あえてね。本店を作らない。ああ、確かに。うん、まあ、ですから、まあ、新規企業の特徴は本店を持っている。で、そして、いつ何時でも、まあ、戻れる原点、家賃を払わないでも営業ができる原点を持っているというところも、もしももしもの時のリスクヘッジなのかなというふうには思ってます、これは。なるほど。確かにそうですね。はい。で、三つ目の話が、実を言うと、まあ、今時の話なのかな、このコロナの緊急事態で、新規企業が生き残る上で、ものすごく威力を発揮しているのが、このお話する三つ目なんですけども、はい。これは、家賃を払うんじゃなくて、家賃をもらってるところが多いんですよ。企業は実を言うと、家賃を払うビジネスじゃなくて、家賃をもらうビジネスをやっているっていうところも、新規企業さんの特徴かなと思ってます。それはなんで家賃をもらうビジネスができるんですか？まあ、おそらくですね、先一番目に話したローカルに特化するっていうことや、本店という不動産を持っているってことも関連するんだと思いますけども、うん、新規企業は案外、いわゆる財務がしっかりしている。うん、そして、財務がしっかりしている中で、何が一番しっかりしているかっていうと、不動産の事業をしっかりやられている方が多いんですよ。ですから、本業と同時に、不動産事業という二つ目の柱を持ってらっしゃる方が多いんですね。へぇー。はい。これ、ちょっと意外だと思いません？はい。例えば本業が例えば飲食チェーンだとすると、飲食チェーンで、まあ、例えば目ざとい方は不動産事業をやってらっしゃると思いますけども、おそらくそう、ほとんどのところはそうじゃないと思うんですよ。うん、はい。でも、非常に長く続いている企業は、必ず不動産事業という柱を持ってらっしゃるっていうのが、それも特徴ですね。うん、面白いですね。はい、ですから、不動産事業を持ってらっしゃいますから、テナント収益が上がっていく。または、多くの、例えば、流通小売業の歴史で行くと、例えば商業施設なんてのあるじゃないですか、GMS や。あれ、収益の柱は、商品の販売した利益、粗利益ではないことぐらいご存知ですよね。ああ、はい。店舗に貸してるテナント料。そうです。実を言うと、ああいうね、大きな商業施設の収益ってのは、小売利益じゃなくて、いわゆるリーシング利益、テナントの利益なんですよね。うん、はい。ですから、流通小売業が、要するに小売の収益を求めるんじゃなくて、このまあ40年ぐらいの間に、50年の間で大きく変わったのが、小売をして、その粗利益で収益を上げるんじゃなくて、要するに小売業は実を言うと、リーシングテナントの利益で、ビジネスをやっているっていうところに大きくこれも変化してきたと。その事業者が生き残ってきたっていうところも歴史的にはありますよね。そうですね。ですから物を売って利益を上げるだけが、まあ命じゃなくて、いわゆるその場所を貸すということ。はい。で、利益を上げるっていうふうなところも、ちゃんと二つ目の柱として持っているっていう意味合いもそれはありますね。で、老舗企業の方に、ずっと続く理由は何ですかってお聞きしたときに、うん、不動産ビジネスやってるからですと聞けないですもんね。言わないです、言わないです。言わないですよ、はい。はい。まあ、おそらくリスクヘッジの関連なので、はい、メインの、ね、主たるその事業だというふうに頭には置いてないからそうだと思うんですけどね。はい。はい、でも必ずその不動産っていうの自体は、もう語りとして持ってらっしゃるというようなところなんですよね。そして、まあこれっていうのは歴史的ずっとね、100年企業はやってきたことでありますけども、さあ、今からお話しするのは、
ジャスト今かな、今、起きているそのいわゆる家賃を払わない部分でいくと、シェアオフィスですね、場所を貸すっていう風なビジネスですよね。はい。実際にその私今、京都が好きで京都に住んでるんですけども、京都っていわゆる呉服問屋さんが不動産を持っているわけなんですよ。うん。はい。ただいわゆる着物の衰退産業ですからそれほど売れませんので、呉服の卸事業で収益を上げることは期待もできないんですね。うん。はい。ですから呉服問屋さんは何をしているかって言ったら実を言うと多くのところがシェアオフィス始めて。はい、まあ確かにコロナ禍で会社に出社できませんからね、まあそういうシェアオフィスを借りて、事業をやったりとか、仕事をしたりとかしたりとか、またベンチャーで仕事を立ち上げたい方、ね、そういう方に向けて、オフィスを貸すっていうふうなビジネスを、まあ始めてらっしゃる方いらっしゃいますね。すごい昔ながらの古い業態の方がそういう新しいビジネスをやっているっていうのが結構まあ意外というか、そうですね。一番最初にお話ししましたけど、老舗企業は新しいもん好きなんですよ。うん、そうですよね。はい。だから、真っ先にこのシェアオフィスに対して、まあ、不動産持ってらっしゃいますから、はい。始められた、京都のね、その通り沿いにあるビル、ね、問屋さんがお持ちのビルにシェアオフィスが、たくさん入ってるのは、私もよく光景として見てますね。これはね。早いですよ、そのあたりは、はい。まさかシェアオフィスに入ってるね、例えばそのベンチャー企業の方が、うん、はい、そのシェアオフィス、呉服屋さんがやってるとはね、なかなか思わない、はい。そしてですね、今私が注目している、ね、はい、その家賃をもらうビジネスです。払わないんじゃなくて、家賃をもらうビジネスっていうのが、ちょうど私が今ね、美容の仕事をさせていただいてるので、美容の世界で今注目されてるのが、これ、シェアサロンっていうものです。うん。何だと思います？私ね、シェアサロン通ったことあるんです。そうですか。そうですか、あるんですか、身近にシェアサロンが。はい、個人とかでやられている方が、はい、自分で店舗持つんじゃなくて、なんかそのベッドが置いてあるところだけ借りるとか、はい、そういうのですかね。そうです、そうです、全くその通りです。どうでした、利用されて。いろんなお部屋があって気分によって変えてもらったりとか、すごい整ってて、とってもいいなと思いました。そうですね、実はこのコロナ禍で、美容業界で何が起きてるかっていうと、独立が割と進んでるんですよ。あ、そうなんですね。もともと日本の気質ですと、日本人って組織で仕事をするのが好きな国民性ですから、ないのかなと思ったんですけど、コロナ禍というちょっと非常事態があったので、逆に独立をしたいっていう方が増えてましてですね。で、その方を、まあ、サポートする意味合いで、いわゆるその、美容室を貸すっていうビジネスですよね。うん。ですから、家主さんはいわゆる美容室を自分の資本で作って、うん。作った美容室を個人の美容師さんに、フリーの美容師さんにお貸しをするっていうなのが、まあ、これはシェアサロンのビジネスモデルで、ちょうどこれもね、数年前に、日本で始まって、今、黎明期だと思います。これから急成長するとは思いますけど、ね、うん。ね、そういうシェアサロンっていう風な、形で、まあ、家賃を払うんじゃなくて、家賃をもらうビジネスっていうのも、実を言うと、その、老舗企業が今、注目しているところかなというふうには思ってますね。面白い。面白いですね、これもね。はい。なるほどな。で、まあ、三つまとめると、はい。ビジネスの成長期は、まあ、とりあえずその家賃を払ってテナントを出すという戦略で勝てるんですけども、で、それが、まあ、成熟すると、そういう変化を対して対応する戦略っていうのが、まあ、ローカルに特化をすると。自分の得意なローカルを持つっていうことですよね。そしてそのローカルには、うん、自分の機関店、拠点を持って、本店という機関店を持つという、家賃を払わないでも営業できるその機関店を持つということ。そして、それだけではなくて、不動産もちゃんとバランスよく持っていただいて、家賃をもらうというふうな収益も常に確保しているというふうなところ、はい、この3点じゃないかなというふうに思います。なるほど。今、共通点4つ、今日まででお話しいただいたんですけど、最初はやっぱりリスクがかなり大きいところから、どんどんそのリスクを減らしていって、それがなんか収益を生む仕組みになっているのがすごいなというふうに、はい、思いました。まあ、今の話題でも出ましたけども、まあ、リスクヘッジ、非常に老舗のお店はですね、リスクに強いかな、なんか危機に強いっていうところもあるのかなというふうに思います、これは。うん、そうですね。もう5つ目がすごく楽しみです。はい。ぜひ5つ目、また次回よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。
こちらのチャンネルでは内流経営法をベースに企業に役立つ情報を発信しています。ぜひチャンネル登録お願いします。